さあ毎週月曜のこの時間はこの学校のウルトラサーバーにある秘密の研究室からパフューム研究員が登場。ワウワウで放送されたぐるんぐるんのね、すごい声今の1時間半のやつ録画ちゃんとしましたよ。ありがとうございます。ツンツンツン、はい、怖い怖い、もうお経みたいな声してますけどもね。さあついに本日パフュームのアルバムレベル3の海外版がボーナスエディションとして全世界でリリースでございます。めでて、すごいことですよね。これは全世界でパフューム聴けるってことですね。とんでもないことでございます。さあそして今夜はあの曲のラジオミックスをオンエアです。パフュームロックス、パフュームロックス、スターリングパフューム。直輸入版使用 CD の感想を研究せよ。アルバムレベル3ボーナスエディションが全世界に先駆けて日本で発売されました。わ、はい、かるかな、これややこしいんだけど、直輸入、うん、そう、日本に輸入したってこと。日本で販売していたアルバムレベル3、今までみんなが持って聴いてくれてたやつ、はい、の海外版がレベル3ボーナスエディション、はい、それを海外から直輸入して日本で今販売されているそう、そういうことかなってそう、はい、いやもうね、自分たちは逆輸入されるようなんだったらかっこいいねみたいな言ってたのが、うん、叶いましたね。本当になっちゃったねすごいね。本当になっちゃったらよくわかんなくなっちゃったね整理するのが時間かかるラジオネームシェリングフォードくん、シェリングフォードくん、うん、くんかな、さんかな、うん、レベル3ボーナスエディションが届きました。わー、持ってんだ、ありがとう。真っ先に聞いたのはもちろんサムティの2つのリミックスです。スペンディングか、スペンディングオールマイタイム。感想はラジオミックスはアルバムミックスをよりかっこよく盛り上がりやすくした感じでした。DV&LM ミックスは本当に衝撃が半端なかったです。ああ、うん、サムティと分かってなかったら別の曲じゃないかと思うくらいガラリと雰囲気が変わりますね。ね、ライブでの披露が楽しみです。あ、ありがとう。いや、そのさ、スペンディングオールマイタイムをサムティって言ってるってことがもうまず衝撃的すぎて全然そこがこう入ってこないっていう内容が全然入ってこない。覚えてんだけど、うん、私略し方をなんかね、うん、決めた気がするの。そうよ、どっかいつかで。サムティはノッチが作ったんだよ。そう、みんな SMAT って言ってたのをSMAT って言う自体が長いからサムティっていいじゃんって言って、うん、売り出したんだよね。私そう、生み出したんですよ、うん、ありがとう、覚えててくれて。シェリングフォードさん、シェリングフォードくん、あ、26歳だから、そう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 、あの年齢的にね、私よりくんとかじゃないんですよ、私より年上だから。なるほどね、くんじゃない、さんかなって、うん、あ、そこの気遣いだったんだ。そうそうそう、申し訳ない、大人ってこと、うんうん、そうかそうか、でも同級生ぐらいかな。そうだね、同世代だね、近い近い、うん、ありがとう。まあその中で今夜はこのレベル3ボーナスエディションから、うん、スペンディングオールマイタイムのラジオミックス、はいはい、をお届けしたいと思います。ほう、もうこれはまあ、海外ではよくあるんですよ、こうエディットバージョンっていうのがね、うんうん、でラジオミックスっていうのも、まあ、よくあるんですけど、うんうん、アメリカではなんで、それをね、私たちは、まあ、一応同じ日本の音楽を届けたいとはいえど歩み寄る気持ちっていうものは大事だよねということで、はい、皆さんにたくさん聴いていただける機会が増えるようにこういうものも作りました、うん、はい、もう盛り上がりを分かりやすく車の中でノリノリになれるような、うんうん、あの作り手あってね、うん、そうということで聴いていただきたいと思います。 Perfume で Spending All My Time ラジオミックス。どうだったじゃろうみんな、ね、こっちは結構ノリノリですから ね、 そうだ ね、 そうだね、うん、ギャル感がありますね。そうだね、ちょっとしたギャル感とちょっとした109感がありますね、うんうん、あるあるね、よく言うリミックスってこういう感じってやつね、うん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 、まあでも、まあでもツボにね、ハマってくれる人はハマってくれるし、ね、これの方がアメリカではよく聞かれるっていうことだから、うんうん、やっぱこういう音楽が流行ってるんでしょう、うんうん、え、はい、はい、では改めまして皆さんこんばんは、かしゆかです。のっちです。あーちゃんです。3人合わせてパフュームです。よろしくお願いします。ラジオネームアイダホからの依頼。
Perfume の〇〇だけど何か質問ある？を研究せよ。それ来た。先週あれだよ、スクールオブロックの授業でやってましたね。やってました。生徒の〇〇だけど何か質問ある？うん。めっちゃ楽しかった。いや、面白かった。面白いね。親に借金100万円あるけど何か質問ある？いや、あるある。なんで知ってんの？超気になるよ、うん。姉が元アイドルだけど何か質問ある？いや、めっちゃあるよ。聞きたいよ。あなたも有名人だったでしょっていう。ねー。で、先週水曜日は、うん、木村カエラ先生がゲストで登場して、はい、木村カエラだけどなんか質問ある？あれすごいよ、毎度同じクオリティでお届けしてくれるんだもん、録音かと思うくらいの本当に。あれ生でね、言ってくれてたんだもん。そうそうそう、ね、しかもアドバイスがロックもう知らねえよみたいな言ってたよね知らねえのでいいよみたいな、最高だったよね、うん。で、これのパフュームバージョンってことでしょ、うん、つまり相手が思わずいろいろと質問したくなっちゃう感じで、はい、質問したくなっちゃう感じ、うん、あ、誰から行く？どうする？なんか思いついた？私言ってないことあるよ。何？聞きたいもう質問したい、うん、もう質問待って待って、まだ言ってないからまだあのこっちの問題提起とかしないしない、うん、いいよ、いいよ。こないだ頭泡だらけになったけど、なんか質問ある？すげーある。なんだろう、あるけど。あのね、泡だらけ？うん。頭洗うつもりなかったんですよ。もう、なぜなら、前の日に頭洗ったから。あ、自宅で？そう。家で頭、うん、泡だらけになったんですよ。どういうこと？どういうこと？前の日に頭洗ってて、もうお風呂も入ってたから、うん、朝起きたら、でも寝相がちょっとクイクイってなっちゃって、うん、あのもじゃもじゃになっちゃってたんですよ、うん、だからあ、前髪だけちょっと洗っちゃって、うんうん、うちらよくするんですけど、うんうんうん、前髪シャンプーで前髪だけビーって洗ってたんですよ、うんうん、そしたらね、あの最近ね、ハンドソープをね、うん、あのセンサーで手をかざしたら、うん、ウィーって出てくる、あるね、適量出てきてくれるような、ミューズさんの方であってね、それをすごい気に入って使ってるんです、うん、そしたら私あのマジか、ちょっと部屋シャンプードレッサーそれはいはいはいなんですよ、うち、うんうん、だからそこでこうシャーってね前髪やってたら、うん、あの全然こう前髪だけベーって洗ってシャワーシャーってしてパッて見たらこの後頭部の上のあたりが泡だらけになってて、あれ？こんなとこまで私泡つけちゃったんだわと思って、あら、ここも洗わなきゃいけなくなっちゃったじゃないと思って、もう一回シャーってやってパッて見たら、またもっとこの上のあたりがもっと泡泡になってて、え？あれ？なんで？頑張っちゃった。その機械がセンサーでずっと前を私の頭がすがっちゃってこうバーッシャーシャーってなって泡泡になっちゃってさ、頑張っちゃった。ずっと流して気づくまで本当に時間かかっちゃってさ、不思議な出来事。やだやだ、ドジっ子ちょっとやってしまった怖いね、怖いよ。洗い終わって前見たら泡あるでしょ。そうよ、怖いよ。泡立てたそこつもりないんだもん。怖い、ね、本当にびっくりした。で、気づかないのが本当に怖い。怖い。冷たかったりしないの？ジーとか言わない？あ、でもシャワーの音するのか。シャワーの音で本当に気づかなくて。じゃあ他には2人は？私あるよ。え、なんち？うん、免許取ったけどなんか質問ある？あるよ。取れた？取れたよ。わー、おめでとう。ありがとう。いや、取りに行ってたもんね。そう。いつから取りに行き始めた？2月。今年のさ、年明けにさ、仕事終わって、そうそうそう、年明けみんなじゃあお家で帰るときに車でバイバイって良いお年を、良いお年をじゃないけどさお休み楽しんでねっていうときに言い捨ててったんだよね。そうだっけ？私免許取ります、バッ。え2人でポカーンってなってね、うん、そう。それで、まあ、2月に、うん、本当はね1ヶ月2ヶ月で撮りたかったの、うんうんうん、2月のあの結構休みもらった時に行きたかったんだけど、うん、まあ、なんせ春休みなんで
学生さんたちでいっぱいで、そっちもね予約取れなくて、その予約システムっていうのよく分かんなくて、でそうこうしてたら台湾ツアーもあって、でなんかリリースもんして、そうでぐるんぐるんツアーもあって、10月10日にやっと取れました。おめでとう。めでとう、つい最近そう卒業できたのが本当だよ。いやそれに関してはうちらをはじめ、山本マネージャー、そしてうちらの皆さん家族、みんなそう思ってたよ。成し遂げたってことだよね。Perfume以外で続けるってことができたものなんか一つもないんだから、初めてじゃん。いや本当快挙です。これは本当に否定したいんだけど否定できないから。全部見てきたからね。取ったんだね。授業も受けたし、偉いね。あと試験とかは、仲間と一緒に乗って、一緒に。高速教習したりとか。すごい。それいくつぐらいの人と？私はね、子持ちのインド人女性だった。いやすごいトピックが多いわ。そうなの。そうなんだ。すごい面白いなって思ったのは、その靴と、ブレーキやアクセルの何？踏み心地？そう相性ね。あの教習所ではスニーカーをね勧められるんだけど、スニーカーってさ、あのそこデコボコしててさ、ゴムでさ滑らんじゃん。滑らない。あれがね運転しにくいんだよ。しにくいのしづらいのよ。しづらいがしずにになっちゃうね。しにくいと混ざっちゃったね。子供しにくいと混ざっちゃったんだね。しにくいって言うじゃん。もうすぐね、あの頭で決めてから喋んなさいね。話し方教室にも変わる。新しい免許取れたのに。どっか知らないみんな。話し方教室ね。そうね。ちょっとアナウンサーさんが誰かに教えてもらうといいかもわからんわ。ゆかちゃんは私ね、何もないんだけど、なんか質問ある？いや絶対あるでしょ。あるかな、あ、昨日言われたけど、独り言増えたけど質問ある？いや増えたね。もともと多いんですよ彼女は。多いね。もともとね、あこれやんなきゃ、あここで忘れておかなきゃ、そうとか。どうした？何？多分これは一人のやつっぽいな。これは話しかけたらあの困るやつだな、ゆかちゃんがっていうやつね。そう、が増えちゃった。増えた。でもそれ知ってる。知ってるでしょ。何？モンハン始めたから。そう。ゲーム始めちゃったの。もうね、ゲーム始めちゃったからさ、マジでずっと喋ってる。相当ね、今までと比にならないくらい喋ってるよね。ボツクサの、あーこれ、あーどうしよう、あれ足りない、素材の名前ポロ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 。何それ、あ、一人のやつだ。あーこれいけるかな、あー誰かな、いけるかな、よし行こうまで言うからね。いや、それは心で決めな。ねえ心で決めて、ねそれ知らない私。いや、めっちゃ喋ってるから。行こうって言ってんの知らない。もう多分考え全部出ちゃってんだろうね。なんでアイル助けてくんないかなとか言っちゃう。え、それ何？それは誰なの？自分がこう戦ってピンチの時に補助してくれるわけよ。2匹いてね。アイルって猫が。それがなんか来てくんないわけ。私ピンチよ。ご主人様ピンチ、なんで来てくんないかなって怖い。もう怖い。今でしょみたいなって言っちゃうの。なんで来てくんないかな、なんでそこまで張るかなとか言って。それリオン君に言えないじゃん。よく喋んねとか言えないじゃん。もううちのね飼ってる猫リオンがね、すごい喋る猫だって、うるさいって言ってんだけど、飼い主に似たのかもね。そうかもよ。そうだよ、彼のせいではないね。そうだね、私か、主人だね。私から映っちゃった。そうだね。いや面白いね。面白いまだいっぱいあるよ。いっぱい。マジで本当、ちょっと後で聞かせて。これプライベートで。これ何回かやりたいね。やりたいね。面白い。続けていきましょう。はい、ということで最後に遠山校長、芦沢教頭、私たちパフューム今週末からワールドツアーサードが始まるけど、なんか質問ある？
セットリストでしょ、あと会場の感じの照明の感じとかもそうだし、あと会場によって変わったりするのか、でこの間のぐるんぐるんの時アンコールね全然日帰りで変わってたけども、これ世界ワールドツアーの時もなんかもしかしたら変わったりするんじゃないかなってこと、あと衣装どのタイミングで変わるのかとか、新しい衣装どんな色なのかなとか、え怖いよ怖い、どうした、いや聞かれたから、いや質問、いや聞かれたからやじゃない、一番怖い返し聞かれたから一番怖い返しだよ大丈夫です、聞かれたから一番怖い感じ、言われて気づいた俺今怖かった、怖かったよ、とても怖かった、びっくりしたよ、いやでもサムティのこのラジオミックスかっこいいね、いやかっこよかった、めちゃくちゃかっこよかった、で俺サムティって言ってくわ今日から、どういうこと、スペンディングオールマイタイム SAM、 さっきノッチとか言ってたサムティかしらもんってサムティでしょ、あいい、ね、こう言っていく、うん、しかもラジオ聞いてくれてんだね本当に、いやそりゃそうですちゃんと、やっぱり嬉しいね、素晴らしいね、だってライブとかでも終わった後とかに、うん、その移動中の車の中とかでスクローブロックやってる時間だって、うん、チャンネルをつけてくれたりとか、うん、めっちゃしてくれてんだって、ね、いつもこれしかもやっぱ木村カエラ先生のあの言い方にはやっぱり引っかかってましたね、うん、ちゃんとやっぱすごいなと、いやーそこなーほんとカエラ先生あれはすごい、あれだけ別撮りしてね、ちょいちょい聞かせてほしいよ、もうカエラ先生、あと横浜アリーナ 2days お疲れ様でございました、お疲れ様でした、ナタリーとかで記事を話していただいて、ね、素晴らしかったみたいで、さらにパフィーム研究員はそうなんですよ、今週末なんだワールドツアー、10月31日台湾、色回るね、からシンガポール、うん、ロサンゼルス、うん、ロンドン行ってニューヨークだって、すごいね、アジア行ってアメリカまでまたいじゃって、どんどん手の届かないところにこう行っていく感じね、ちょっとお願いします、この、ワールドツアーの模様もちゃんとあの DVD、うん、ブルーレイとしてちゃんと発売してくれることを願っておりますので、はい、ありがとうございます、これだからサードです、ね、だからね、セカンドはこの間僕買いに行ったんでちゃんとね、あサード当たり前じゃないの、すごいですね、あたりタワーレコードに買いに行くんだ俺は、そしてあのメッセージノートがあるからそこにもちょっとこう書き足したりとかするんだ俺は、すごい熱い思いが、そうだ、新宿と渋谷主にね、うん、そうだ、ポスターもちゃんともらって帰る派だ俺は、そうだ、熱い思いありがとうございます、お気をつけて世界を、そうですね、ああ、うん、席巻してあっと言わせてきてくださいませ、パフィーム研究員、明日のこの時間は社会の講師クリープハイプ先生が登場、クリープロックス